アメリカの無害貨車チェコ鉄道の二軸無害貨車無害車は貨車の一種である。対義語は有害車である。旧日本国有鉄道及び日本貨物鉄道の記号はトラックのと。JR 貨物のトラ4万5000系画像のように車両の車輪などの輸送にも使用される砂利、鉱石、木材などの雨に濡れても構わない積み荷を運ぶのに用いられる。講義では大物車、 小物車、土運車、車運車、コンテナ車も含まれ、これらは無害者から派生した車種である。無害者には、汎用化車として制作されたものと、物資別的豪華車として製作されたものがある。汎用化車として製作されたものは、側面は煽りとお持ち、ホロのないトラックとほぼ同じで、つまは上角なしの六角形になっている。物資別的豪華車として製作されたものは、 木材チップ、鉄鋼コイル、原木、バンガラスなどを専用とする貨車が存在した。これらの中には屋根を持つ車両もあるが、便宜上、無害車に分類されている。トラキューマン型は上部に金網を取り付けたもので、紙の材料であるチップを輸送するために作られた。私有貨車の時2万5000型も、亜鉛や気候専用として、物資別的豪貨車としている。無害車の中には、 シートをかけることで、有害者代用となる車両も存在した。国鉄末期には、トロッコ列車用に改造された車両もあった。虎7万系時2万5千系北海道、拓殖鉄道の無害貨車、京成電鉄相模鉄道秩父鉄道時500系、大井川鉄道、シート100系北枝鉄道名古屋鉄道。ありがとうございます。